はい、どうも、シーティムでーす。今回はですね、スリードラゴンズの皆さんにグローブ紹介をしていただきます。プラスで好きな野球選手や好きな、プロ野球球団を話してもらいます。それではどうぞ。1人目、テツタって言います。テツタくん、はい。何年生？6年生ですね。6年生、はい。じゃあ来年中学1年生。はい。おー、中学1年生ですね。1年生ですか、はい、ごめんね、ペイだって。ペイの方です。オッケーオッケー。じゃあ使ってるグローブ見せて、ちょっと。使ってるグルグローブは、多分水野ってやつです。あ、多分水野だな、これ。はい、多分水野です。これ水野だ。はい、いいグローブだ。これはビューリーグってやつだな。はい、ビューリーグってさ、俺が小学校時代、最近あまりない。最近ミズノであるのはグローバルエリート、ミズノプロとセレクトナインっていうんだけど、初めて。これはこいつ買ったもの、もらった？いや、買いました。買いました。え、どこだった？カムイで買いました。カムイに売ってんのか、ビューリーグ。いつ買ったの？いつだっけな、2020年くらいですかね、確か。お、じゃあ2年前くらい。はい。じゃあ来年中学校になるじゃないですか。はいはいはい。好きなプロ野球球団は？好きなプロ野球球団は阪神ですね。阪神、昨日負けちゃったんじゃない？はい。こんな落ち込むなよ、はい、来年があるから。はい。君もあと何年したら、はい、10年、8年ぐらいしたら阪神行けるから絶対。はい、頑張るわね。はい、はい、じゃあ好きな選手誰？城島っていうあのキャッチャーです。 TOKIO じゃなくて？え？わかんないです、わかんないですかね。ごめん、TOKIO の城島じゃなくて。あ、はい。あ、ソフトバンクのダイヤのね。はい。キャッチャーの人だ。はい。好きなの。うん。じゃあ普段キャッチャーやってる？はい、まあ、やってます。城島選手どこがいいの？城島選手、あの、立たないで、あの一塁投げるよね。はい。あれ、憧れてる。はい。よし、頑張ろう。じゃあ肩いいんだ、肩いい。肩、まあ、まあ、この中ではいい方だと思う。そうなの、はい。じゃあ、もっと頑張って、はい、あの、座って投げれるように、はい、座って一塁に投げれたら、もう多分座ってセカンドも投げれるから、はい、はい、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。こうです。こうくん、こうくん、何年生？6年生です。6年生、じゃあグローブ見せて、グローブ。アシックスのグローブ、はい。これは鈴木誠也モデルです。鈴木誠也選手モデル、はい、めちゃめちゃいいやつじゃない？それでスポーツデポに買いました。スポーツデポ買った。イルマの前あったとこか。前あったけど、俺もそうよく行ってたわ。多分合ってるわ、あの時。そこでバットとかも全部揃えて買いました。そうなんだ、いいね。じゃあさ、今6年生でしょ、はい、中学生になったらどういう選手になりたいですか？あ、しっかり外野でエラーをしないで取って、カットの人とかにしっかりボールを投げられる。ああ、なるほど。まあでも君の目標はカットなしでローバン投げることだから。はい、はい、鈴木誠也選手はカットなんて投げないから、はい、ローバン投げるから、はい、はい、頑張ってね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ソウスケです。ソウスケくん、6年生。じゃあグローブ見せて。はい、ローリングスかな。ローリングスのグローブ。ローリングス、はい、ローリングスはメジャーリーガーがすごい使ってる、日本選手もすごい使ってる。めちゃめちゃいいやつじゃん。どうで買ったの？カムイで買った。翔平 TV ね、カムイで結構撮影してるから、多分翔平 TV 見てるとカムイで撮影してる動画いっぱいあるから見てる。よろしく、はい。じゃあ今好きな野球選手誰ですか？ライオンズのオグレディ選手。オグレディ選手、いつから好きなの？今年から。今年から。今年からか。なるほど。どういうとこが好きですか？相手もファンから援助されてる。うん、左しか打たないから。そうなんだ。じゃあさ、今日俺が打ってたロンティーを見てさ、やっぱ翔平シフトありそう。ありそう、ありがとう。じゃあ頑張ってね。はい、ありがとうございました。はい、こんにちは。久しぶりやね。はい、8月以来かな、はい、一緒にラジオやったんだもんな、はい、マブダチだから。じゃあ名前いいですか？はい、ひなたです。ひなたくん、何年生ですか？6年です。6年生、じゃあ来年中学生だ。はい。じゃあ何のグローブ使ってんのかな？ Z の内野手を。 Z 内野手を、お、いいじゃないですか。え、普段どこを持ってるの？キャッチャーなんですけど、うん、内野だったらセカンドです。おお、ピッチャーもやるんだっけ？いや、最近あんまやってない、はい。まあ、キャッチャーとセカンドってどこってさ、たくさん連携もたくさんやんなきゃいけないじゃん。でもキャッチャーって言ったらビタ止めだから。もしあの今まだ小学生だけど、中学生に会って高校生になってだんだん多分守備位置固まってくるんですよ、うん、そしたらその与えられたポジションをもう完璧にこなせるように、今キャプテンだからそういう責任感も今すごいあるだろうから、はい、中学でも高校でも
その意識を持って頑張ってください。はい、はい、好きな選手は、ファイターズの今川選手です。今川優馬選手、はい、あれ俺繋がってんだけど、大井チャンネル知ってる？大井チャンネルが仲いいんだよ。アメプラも知ってる。アメプラも知ってる。すごい近いから、もしかしたらなんかあるんじゃない。で大学はね、東海大北海道って、北海道東海大学行ってる人だから、もし憧れてんだったらこっちの方に行くのもありかもしんないし、まあ自分の夢に向かって頑張ってほしいと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあお名前お願いします。ゆうとです。ゆうとくん、はい、何年生ですか？6年生です。6年生ですか、はい、なんかやっぱ大きいと思ったな。足長いな、見てくれ俺の足。これ同じくらい、これ181だね。同じ腰してるよ。むしろちょっと高いんじゃない、ちょっと美脚やな。え、どういう選手が好き？やっぱプロ野球って言ったら源田壮亮。あ、源田壮亮呼び捨てじゃね。え、何のグローブ使ってんの？水野の。あ、なんかすごい顔質いいな。セレクトラインかな、これは。お、いいじゃん。オールラウンドかな、これ。まあ、少年用だからオールラウンドって言っても大丈夫だと思う。なるほど。まあでもこのウェブからしたら、ウェブ的…ウェブ曲がってない、これ。こういうの切れ込みがあるから、多分曲げやすくなる。なるほど、なるほど。あ、グローブをこうやってこう、しっかりこう掴みやすくなってるような構造になってるらしい。意外とね、グローブってね、考えられて作られてるんだよ。知らなかった。俺知らんけどね。はい、これからね、中学生になると思うんですけど、どういう選手になりたいですか？走攻守、バランスがいい、いい選手になるといいです。まあ、バランス最高だな、今な。足長いよ。え、足速い方？まあ、はい。最高すぎない？シュートみたいじゃない？かっこいいし、将来君も子供に夢を与えるような選手になってください。頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、どうも。じゃあお名前お願いします。かけるです。かけるくん、何年生ですか？6年生。じゃあグローブ見せて。水野のオールラウンド。水野のオールラウンド。いいじゃん。ビューリーグ、これも。ビューリーグユーザー多くない？ビューリーガー？ビューリーグ。はいはいはい。左の。どうですか？ちょっと大きいね。ちょっと大きめ？大人用？いや、子供用だとは。子供用の外野、外野用か。外野用じゃない。外野用か。外野やってんの普段？いや、内野やってます。ショート？ファースト？ファースト。あ、ファースト？はい。まあ、ファーストミットに近いなんか大きさじゃない？うん、うん、取りやすい。うん、最高だね。じゃあ中学校に上がったらどういう選手になりたいですか？ホームランは、まあ、30本あって。30本？うわ、宣言。え、中学校で？はい。どこで打つの？どこのボーイズシニアで？まだ考え中？はい、裏は。俺も今、中学校たくさん取材行ってるけど、どこもいいチームなのよ。しかも、この辺だったら多分ほぼほぼ行ってるから、また多分会うことがあるかもしれない。中学は中学ボーイズにすごい行くから、シニアとか。はい、またそしたら会いましょう。はい。はい、じゃあ野球選手で好きな選手は？村上選手。はい。まあ今年すごい打ったもんね。じゃあ30本じゃなくてもう56本打ちますって言った方がいいんじゃないの？57だっけ？57だっけ？56です。1本ぐらい、1本ぐらいだっけ。じゃあバレンティ61。どういう選手になりたい？でもさ、すごいさ、筋肉質じゃない？結構筋肉あるよね。まあ、一番なんか球速いんじゃない？速い。ケッツの方が。ピッチやってる？速い。はい。でもバッティングも4番とかじゃないの？4番です。でしょ？でもさ、左ってすごいさ、貴重だし、左の選手は守れるところって少ないじゃないですか。外野かファーストかさ、ピッチャーって感じじゃん。でも、ピッチャーで活躍してほしいな。この周辺で言ったら、俺の知ってるのは高梨と、昔すごいいい球投げてたから、今もだけど、いい選手やってください。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。やめたまえ。はい、じゃあ下の名前をはっきりと大きい声で。顔怖い。高人です。高人くん。高人。はい、お願いします。はい、にやけた。 OK、 俺の勝ち。はい。じゃあね、グローブを前に出して、もっと前行こう、もっと前行こう。そこだ。 OK。 はい、これは水野のセレクトナイン。はい、すぎ。あれだね、これダイバーシティブルーだね。去年かおととしかあったでしょ。まあ、はい。はい、オッケー。で、今何6年生？中学校になったら野球やる？やる？まだ分かんない。じゃあ今のね、やる？じゃあ、やる？やる？いいね、いいね。中学校でどういう選手になったんですか？肩のいい選手。肩がいい選手。オッケーオッケー。じゃあね、下の子でバナナも絶対、中学校に行ってくると思うので頑張ってください。はい、ありがとうございます。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー。
AKB2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。